とつか警部シリーズ特急、北斗一号殺人事件特急、北斗一号殺人事件は西村京太郎の推理小説。1987年に公文社から刊行された。恋人に裏切られ、連帯保証人になってしまったため、多額の借金を背負わされてしまった女性、風見優子は死に場所を求めて北海道に向かう。生官連絡船内でも、 海に飛び降りようと考えるが、死にきれなかった。函館を出発する特急、北斗一号内で、彼女は見知らぬ男から、三日間旅に同行して、欲しいと百万円を渡される。その男と予定通り、三日間の旅をするが、その途中経路で数件の殺人事件が発生していた、ことをニュースで知る。しかも、そのうちの一人は、 電車内で彼女をナンパしてきた中年の宝石賞であった。同行している男から知り合いであること、また近所で評判が悪いという話を聞かされ、そのことは他人に黙っていてほしいと言われる。特に不審に思わなかった彼女は抵抗せず返事をする。その後、優子は男と別れ、自殺を目的に流氷へ向かう。 そこで自殺しかけたところを警察が必死に引き戻す。彼女はなぜ死なせてくれないのかと抗議したが、お前が殺人事件の容疑者だからだという答えが返ってくる。わけのわからぬ事態に陥った彼女は、同行者、橋間博士がそうでないことを証言してくれると呼ぶように要請する。早速訪れた橋間は同行していたことは認めたが、彼女から話しかけてきた。 彼女が主張している1日後に出会ったなどと事実と異なる証言をする。直接面会しても主張を変えないため、優子はもう反発するが、容疑者の都合の良い主張など警察は全く受け入れない。その頃、容疑者と被害者が東京の人間であるため、警視庁、捜査一課に連絡が届く。十津川警部らが捜査に当たるが、 カザミユウコの友人の話は意外なものであり、彼女は絶対に人を殺せる人間じゃない。彼女は男に騙されて借金を背負わされた被害者だ、と告げられる。戸塚原も少しずつ見方を変えていくが、そうした中、彼女を騙して逃げたとされる男が殺される。それまで否定を続けてきた交流中のカザミユウコがその知らせを聞くと、容疑がかかったものについて、 突然自分が犯人と言い出す。そしてその直後、彼女は首吊り自殺をする。西村京太郎トラベルミステリー44特急スーパー北ト1号殺人事件はテレビ朝日系列の2時間ドラマ土曜ワイド劇場で2005年4月23日に放送された。主演は高橋秀樹。ありがとうございます。